いるる場所はなくなくくってくるわけですよで私みたいなねあのいわゆる平凡なアフィリエーター月収2 3 0 0万ぐらいの平凡なアフィリエーターっていうのは、まあ、これでもね上位0.2%らしいんですけども多分ねもうやっていけないんですよこのレベルではだから私は今ねブログ量産はあの自分の凡事徹底力を鍛えるためだったらいいと思いますけど売り上げを取るためにブログ量産っていうのはそんなに進めないですね ただ戦略を取ってやればうまくいくんですけどもその戦略で結果が出るかどうかわかんないのにそれほど緻密にやって戦略を作ってしかも量産してみたいなことをやっていくのはもうどっちかっていうとねビジネスっていうよりも博打に近くなるんじゃないかなと思いますでもね安心してくださいちゃんとねあのサイトのそこそこの量産でもヒットするような形っていうの私はもう考えて作ってますからでそれはですね実は以前ね、えー、5時間、えー、セミナー 49万8000の5時間セミナーってものをシェラトンホテルでやったんですけどももうそこでねありとあらゆるものをその方法を詰め込みました5時間で理解できる内容ですその日から実践できる内容ですで売り上げもきちんとその日から取れていける方法ですよねただこれはあやっぱり一定のですね 前準備が必要になってきますんで今はちょっとお話できなないかなと今はお話してもしょうがないかなと思います。これについてはあのー、なんかねいろいろとネット活動する上でそろそろ準備できたんじゃないかなと思ったら問い合わせてください。そしたら私がそれを評価してねできその第一段階どのくらいの前提条件がいるかっていうと自分にファンがいるって状態を作らないともうできないです。 自分に何にもなくて人脈もなくてコネもなくて商品売ったこともない人に対して私のアフィリエイトのノウハウは通用しないです、まあ、ですんでいつも自分のね情報を受け取ってくださるようなメルマガのコミュニティとかフェイスブックのコミュニティとか YouTube のチャンネル登録者数の方がねやっぱり1000人前後いるところだったら使えますこれはアフィリエイトとかむちゃくちゃ強く使えますで MLM もこの状態だったらものすごくレバレッジが効くっていうか組織がすぐできますでも MLM っていうのはネットワークビジネスっていうのは人脈がない人にはできないんですよ 人人脈ががあるる勝てるんですよこれから人脈作るぞって人は無理です。だから全然あの儲かんない人がネットワークビジネスは量産されて儲かる人ってのはどこに行っても儲かるんですよね。当然ですよねネットワークビジネスって口コミのビジネスなんで口コミを起こす相手がいる人じゃないと勝てるわけないんですよ。で、えー、っとねずっと例のやつっていうのは 人脈がなくても、誰も紹介しなくても利益が上がっていたって形なんで多くの方やりましたけども、多くの方がやっていって、楽をしてるうちに人脈を作ったりとか、あの、ビジネスのスキルを身につけてくださいよって言っても、それをやらずにね、あの、目の前でお金が増えていくことに依存してしまった人ってのは、未だにネットワークビジネス下手なままなんですよ。なぜならお金が増えたけども力つけなかったからなんですよね。で、こういう方はね、やっぱりね、ダメなんですよ。 何かに依存してししててまってリスクヘッジもしないとでお金が増えていくことにもう安心して自分の実力つけることもしないもしくはものすごくのんびりやってるって方はもうこれビジネスの能力ないんですよね。 はっきり言ってやってもしょうがないっていうレベルなんで、労働者はやった方がいいです。これ厳しいこと言いますけども、本当のこと言わないと意味がないんでね。あのー、なんですか、例のやつでお金を増やした人でも、今ね、何の力もつけてない人は、例のやつなくなったら、またね、労働者に逆戻りで何にもないですよ。一瞬お金が増えただけみたいな。だからお金が増えてるうちに、楽してお金が増えてるうちに、自分の力を、これこそ集中的につけないといけないのに、それを大体やらないんですよ、人ってのは。 だからミス、ミサ・マイアンさんも言われてましたけども、追い詰められたら人はやるんだなってこと。でも、追い詰められてないのにやらないと、そんな平凡な人で終わってしまいますからね。追い詰められないとやらない人っていうのは、それ普通の人ですから。だから、そのフェーズは抜けないといけないかなと思います。で、ブログ量産さんのことにつきましては、今はあまりお勧めしないんですけども、戦略的にやるんだったら、あの成功する可能性は非常に高いです。で、そのためには前提条件が要りますので、前提条件は、自分が発信して、受け取ってくださる人が1000人ぐらいのコミュニティになったら、えー、YouTube で言ったら、 チャンネル登録者数が1,000人前後になったらこれは使えますんでその時にまたお話ししましょう。 はい、でアンティークの家具を奥さんが大好きだということだったんですけどもアンティークっていうのは仕入れて売るっていうそういうフェーズがありましたねでもこれも仕入れて売ることをビジネスにするのをずっとはできないと思います最初の特っかかりとしてアンティークっていうものを使って仕入れて販売するっていうものをね体験としてやっていく実績としてやっていく部分は必要だと思いますけどもそれに対して人が集まってきたらじゃあアンティークの商品買ってくださいっていうのをずっと続けるのは無理です無理なんでどうするかっていうとアンティークの仕入れツアーに対して 人を集めていくって形にした方がいいですよね。アンティークのものをどん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 表現していって売っていくってことをやるんですよ。で、何人かの方にはアンティークのものを、例えばね、3万円とか5万円のものとか1万円前後のものをちょろちょろちょろって売っていくんですよね。そういうことはアンティークの家具が好きな方なんですよ。じゃあアンティークの家具が好きな方に対して、えー、今度は呼びかけていくんですよ。今度仕入れに行くんだけども、旅行気分で一緒に行きませんかと。言語の問題とか、向こうの環境のことは任してくださいっていうふうにして、コンタクターするんですよ、えー。ツアーのね。ガイドをするんですよ。 そういういことによってじゃあ今回のガイド費用はもろもろ込み手数料込み私の人件費とか通訳のもういろいろ込みで何十万ですよって設定して例えば50万で3泊4日ロサンゼルスの旅とかやるわけですよ。 まあ50万でいけるのかどうかわからないですけどね。そういうふうにして、一人当たり5万円とか10万円抜けるような形にしていって、ビジネスのね、その旅行のツアーのパッケージを組んでいって、えー、入金順番に受け付けますみたいなことをして、あの、ポカ休みがないようにリスクヘッジをするわけなんですよね。で、そういった形で自分が、あの、なんか一緒に旅行に行くファンを募っていくって形でございます。まあこの辺はね、旅行代理業に関わらないレベルでやらないといけないですけどもね。えー、やっぱり保険もかけないといけないと思いますし、まあ法律 いつもありますんでやっぱりね旅行にその資格もないのに人を連れて行っていいのかって問題がありますんであんまりね大きくならない部分でやっていくってことになりますもしくは旅行会社にお願いしてもいいですよね丸投げして自分も通販の同行の一員にしてで旅行会社からバッグをもらうって形でもいいと思いますまあこういう風なねビジネスをやっていくために最初の特っかかとしてアンティークを売っていくっていうのは大いにありですただアンティークを仕入れて売る仕入れて売るっていうのはむちゃくちゃ大変ですんでこれはね3年とか5年とか続けるつもりでやっちゃダメですね もううう破綻のの第一歩ですよこういうのは確かにあの酒屋さんっていうね環境があったりとか多分あの奥さんの実家とかっていうのもスペースはあるんでしょう高知ですからねでもやっぱり在庫を置くっていうのがもうすでにねあのこれね私も仕入れ販売の,あの会社をやってたんで分かりますけども在庫,あらあの在庫管理費っていうのは年間2割ぐらいかかるんですよということは5割の利益をかけていても順調に売れても3割しか儲からないんですよ在庫管理費っていうのがかかりますからね まあこれはね、また別の機会に細かく言います。在庫管理費の打ち明けっていうのは。はい、そんな形ですね。あと最後、カメラ転売ですか。カメラ転売に関しましては、あのー、すごく簡単です。あのー、カメラの北村っていうチェーン店があるんですよ。カメラの北村のインターネット販売っていうのがありますから、そこから仕入れてください。むっちゃくちゃ安いです。むっちゃくちゃ安くって、カメラの北村で仕入れて、で、それをヤフオクとかメルカリとかで売れば、それだけでもかりますよ。 それだけでね。で、儲かりにくかったりとか、あと利益を取りたいなと思ったら組み合わせていくんですよ。で、カメラで何が難しいかっていうと、まずね、ボディがあって、カメラっていうのはレンズがあると。転売の中でカメラっていうのは唯一工夫ができるんですよ。工夫がね。カメラとレンズっていうものがあって、どのカメラにどのレンズが合ってるのかとかね。それ分かんないんですよ。ほとんどの人は。初心者の方。で、私たちは初心者の方に向けてカメラを売っていくから成り立つんですよ。プロフェッショナルの方にはカメラを売りません。 売れないですから。じゃあ初心者の方があ今度ね運動会があるんだけどもカメラ欲しいなとスマホでもいいんだけども望遠効かないしそろそろ一眼レフかなと思った方に一眼レフセットですよって言って新品同様ですよってからねだからあのカメラのねイオスキス X4 なんて10年ぐらい前の機種なんですけどもいまだに人気でものすごく売れるんですよねそれをまああの何カメラ本体とレンズと 単焦点と望遠レンドの3本セットこれで、これだけ買ったらもうすぐにその日から撮れますよみたいなカード、あの形にしといて、えー、今だったら SD カードもおまけでつきますよみたいなのをやっとくわけですよで。それもね、細かい方法がありますのでお伝えしますけども、それをやるとですね、大体カメラ一発で、えー、5000とか1万円の利益が取れていくんですよ。えー、場合によっては2万とか3万取れていきますよね。それは上手になっていけば、写真の撮り方とかね、コピーの書き方とかでいくらでも利益が取れていきます。でも仕入れはカメラの北村で OK です。でもしくは新品を売りたいんだったら Amazon ですよね。 アマゾンで儲けることができます不思議でしょう新品を買ってきて新品として売るのに利益が取れるんですよ <laughs> だからそういう風なねマジックがいろいろカメラにあって要するにカメラ転売って情報転売なんですよ どんな方法で稼げるんでしょうかってことを知っていけばカメラの転売っていうのは利益はどん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 取れていきますでも何も知らずにカメラっていうものを仕入れてものを売るんだなっていう概念に縛られている間は利益はものすごくね取りにくいと思います、まあ、この辺もまた詳しくねお伝えしていこうと思いますでカメラ転売塾っていうのを私やってましたけども大体35万円でねカメラ転売塾っていうのをやるんですよで私のカメラ転売塾っていうのは塾に入るとカメラを最初プレゼントするんですよ2個ぐらい だから仕入れのリスクないんですよねカメラ転売塾に入ってまずは販売からやっていくって形です。私のカメラ転売塾の工夫もここにあってカメラ転売塾に入って何がね第一歩としてみんな難しいかって言ったら仕入れなんですよ。お金を払って仕入れてそれが売れなかったらどうしようっていう恐怖から仕入れするのに半年とか1年とかかかっちゃう人がいるんですよね。だってカメラ1個買うのにやっぱりね勇気がすごいいりますよ。カメラに詳しいわけでもないのに。ですんであの私の場合はカメラ転売塾に入ったらじゃあ 売れそうなカメラ、今売れ筋のカメラをこちらで選んだのがあるんで、これプレゼントしますから、これを売,れ売るところから始めましょうかって言って、撮影して出品するみたいなことをやるんですよね。そうすると、最終的にはカメラを仕入れるっていう行動だけがまだやってない未経験として残るんですけども、売るっていう実績の後なんで仕入れるのすごく簡単なんですよね。もう売れてるわけですから。 あの、もう、まず1個2個売った実績から、あ、じゃあ、今回はカメラがね、売れたんで、じゃあ、同じ方のカメラ仕入れようかなって感じで、カメラの仕入れに行けたりとか、ネットで注文できるってことになるんですよね。はい、えー、以上のような形ですよね。ちょっと長くなりましたけども、かなり参考になったと思いますので、えー、これからもね、繰り返しこの動画を見ていただいて、え、久保さん、これはどうなんですかこれは細かく教えてくれませんかって言ったら、またね、お答えしますんで、一人一人に向けてね、えー、ぜひね、メッセージいただければと思います。今回のね、お話っていうのはね、私、あの、朝起きて、コーヒーを飲みながらね、 喋ったたんんでですすけども <laughs> ななかねねね有料で話ししていたような気がします、ね、これは以前、ね、今はねこういう情報ですら無料で出していいんだとかね逆に言うと今こういうね私のお話よりも精度が悪いものを、あのー、情報販売とかを称してですね有料で売ってる方が山ほどいますからだから私のね今回の動画を聞けて本当に良かったと思いますよ。でまだ分かりにくいところあると思いますんで、えー、その時はねあ 大丈夫だな。確かに、その通りだなと思った方は、またね、メッセージいただければ、細かく細かくお伝えしていきます。私はね、自分がやってきたことしか喋りませんので、他の人がやったとか、誰かがうまくいったみたいな、そのヨタ話は私話しませんから。で、私は不得意面ありません。全部インターネットビジネスとか副業と言われてるものは全部網羅してきましたんで、全てでトップレベルになりましたんでね、答えられないことはないですね。それでも答えられないことがありましたら、わかりませんって答えますんで。<laughs> 5分で終わります。5分で、5秒で終わります。あ、それはわかんないす,すいません、みたいな感じすぐ終わりますんで、あの、引き伸ばしたりと がね、あの妙なセールスかけたりしませんのでご安心ください。それでは以上でございます。